まあ、そうやな、これ。最近ほんまにこう頭がね、ちょっと薄くなってきて、本当に。なんでやろな。ねえ。あ、こんにちは。始まってましたか。すみません。こんにちは。先日のね、あの日曜日に、桜塾さん主催のね、JKJ をね、全日本最強決定戦っていうところにね、行ってきました。はい。SNS 等でもね、皆さん、知ってると思うんですけども、マグロの解体ショーがありましたね。マグロの解体ショー。まあこれもすごいあの企画なでしょうけども、まあコロナが落ち着いたというね、あの証明だったと思います。はい。まあ僕も初めてね、空手の大会、いろんな大会出ましたけど初めてです。マグロの解体ショーが行われたのはね、こんなでっかいマグロ持ってきて400人ぐらいには食われるかな言うて、参加人数が900なんぼだった。すごいあのもう全日本大会レベルのね、あの大会でした。はい。あの最強決定戦、全日本って名前ついてますけど、その、まあ、全日本大会ではないと思うんですけども、あのほんまに企画的にはもう規模的にはね、あの全日本大会だと思います。なんとうちのね、丸坊主くんがね、丸坊主くん、翔太くんがね、なんと、優勝しました。拍手。もうね、この子もね、負けもずっと続いてた子なんですよ。ね。まあこれ、まだ1年生になったばっかりなんでね、これからも負けも経験するやろうし、勝ちも経験するやろうけども、まあ、負けてる時が多かったんで、まあそれをね、お母さんが一生懸命ね、道場に預け切ってくれて、ね、サポートしてあげて、本当に、お母さんのもう努力の方もすごく見れた試合でした。はい。もう感動しましたね。僕はちょっとあまり相手の子はよくわからないんですけど、結構強い子らしいんですよ。人じゃなくてランキングポイントの1位の子にも勝ったというふうに聞いております。で、まあ2回戦ぐらいではなんかすごく大きな相手ね、その子ももういろんな大会で優勝してる子をね、全日本大会で優勝してるのかな、その子にも勝ったということで、はい。あんまり僕 よその子知らないんですんませんねんけど、でうちのね、翔太が一生懸命ね、頑張って、私は全部のセコンド入ったんですよ。4試合とも入ったんですけども、最後はもう優勝、決勝戦の時はもので釣りましたからね。本部席にあったイチゴ、スタッフの皆さんありがとうございました。イチゴ美味しかったです。お菓子山があるんですよ、お菓子山が。JKJO の桜塾さんとかやったら特に多いんですけど、お菓子の山があるんで、あれがすごく俺気に入ってまして、あこから離れられないというかね。そこにイチゴが積んであって、まあそれは審判用なんでしょうけども、私がちょっと食べとって、ほんでもしかしたら残ってるかもしれんのでと思って、残ってるかどうかは定かってなかったんけど、もう試合がねだいぶ後やったんで、あるかなと思いながら、午後からやったんでね、午後かな、午後ぐらいになったんで、もしかしたら確認せんと翔太に、お前優勝したらイチゴあげるからな言うて、勝手に持ってきたらあかんねんけど、もうそこまでそんなもので釣りました。ほんならその子優勝したんですよ。優勝したらなって言ったら、俺の顔見てニコって笑いながら試合行って勝っちゃったんですよ。優勝しとったんですよ。もうお母さん後ろで号泣、俺もちょっと涙半分出かけながら、ほんで挨拶してコート出てきたら、まず選手のとこに挨拶行きなさいって俺ら教えてんねんけど、行ったんかな、行ったと思うんやけど、行く手前だったと思うんですけど、俺ヘッドガード取っていちごの方走ってきよったんです。本部席の方走ってきよった、入ったらあかん言うてんのに、途中で走ってって止めて、お前挨拶したか言うて、もうした言うてたと思うんやけど、俺もちょっと見てへんかって、お母さんとこうやって抱き合ってたんで、こっちで、おめでとう言うてやってて、翔太おらへん。行ったら、多分いちごの方に走っていったんですよ。はい、面白かったです。かわいいでしょ。ほんだから、また僕はいちご、ほんまあかんねんけど、こんなんしたらあかんねんけど、もう約束やから、いちごをこう、フォークに刺して、日本刺して持ってきて、あげたんですよ。それを見てた一行会館の館長もお菓子くれてね、その本部席のお菓子くれて、ほんで、剣術会の篠原先生もね、お菓子くれ、あ、おもろかったわ。すいません、こんなことばっかりしてね、まあまあ優勝してるんでね、我々も嬉しかったし、あの子ね、ずるいんですよ。結構可愛いでしょ、見てても
いろんな人からね人気があってお菓子もらって、ああおもろかった、すいません、買って、お笑い話になってますよ。まあそれとね、いつもの奥村るいまちゃんとね、アルマちゃん、あーちゃんね、が3連覇だそうです。全日本最強決定戦3連覇。はい、まあパッて言われてから3連覇って言われてから、お母さんに3連覇でした、ありがとうございます、あそうなんやなっていうぐらいなんですけども、すごいマンモス大会なんですよね。ほんまに900人以上集まって、で出る選手も大体俺も分かってきたんですけど、かなりレベル高い選手ばっかりで、これは全日本大会に匹敵するんじゃないかなと私も思いましたけど、はい、そういうことで奥村一心がね、なんと今年から2年生3年生の部に混合のクラスになるんで、どうなのかなと、強い選手もいっぱいおるんでね、1個上言うたらまたね体も違ってくるんで、もう高校生以上ぐらいの子もおるやろしね、高校生ぐらいの子もおるやろしということで、まあそれでもなんとね、準優勝していただきまして、はい、本当によく頑張ったなと思います。まあ一心も全て私がセコンド入ったんですけど、まあ、今回はかなりやる気でね、やる気で大きな動作で動いてくれてました。はい、決勝の子はね、前 JFKO で僕その同じコートやったと思うんですけど、すごく輝いてる、輝いてる子がおってですね、その子やったんですよ、決勝戦の相手が一個上やったんでね、この子ねちょっと前から違うなと思ってて、前 JFKO の試合の時見て、ほんで帰って検索したぐらいですか、僕この子のね、はい、東映館だったかな、東映館だと思うんですけど、はい、すごくね、すごくキレが良くて、二段蹴りみたいな膝蹴り出すんですよ。なかなかちょっとね、僕もあんまり選手のことを調べることないんやけど、久々にこう調べて、なんとその人と決勝を達成させていただきまして、まあ一心は上段膝蹴りもらったんですけども、まあそれでもね、一心も一生懸命返して入るようなシーンがありましたんで、なかなか勝ちにいってたなというね、まあ差はありましたけど、一心にしたら、俺から見たら一心もすごく頑張って、もしかしたら勝てるんちゃうかなとかね、思うようなことも面もありました。はい、次回はね、今年1年またね、お世話になるんで、勝てる時が出てくるかもしれないです。はい、もうそのつもりで私も指導しておりますので、まあ話変わります。マグロの解体ショー動画撮らせていただいたんで、ちょっと見ていただきますか、どうぞ。これ大人やね。早速ですね、ありがとうございます。ご覧ください。
周り見るより半分高くないなってみんな思ったと思います。ただね、アクティブなルーキーに参加することによって赤み増していきますと、この後いろんな変化楽しんでみてください。はいはい、どうですか、近くに見てずっといただきました。ありがとうございます。今ね、綺麗な赤い部分がブロックで見ていただいているんですけど、骨の周りでいいですか。あ、俺も月見ですね。で、市場に出回る1割こうやって食べたいね。貴重な生マグロというのを持ってきてます。ですので、ちょっと知ってる色よりも色が濃いかなと思うんですね。それはこれから空気に触れて、どん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 マグロの色っていうのが変わっていく、そんな色合いも今日はお楽しみいただけたらなと思います。うわ、すごい入ってきた。ではですね、腹の部分ですね、ふわりと辛味のように切っていくんですけども、腹の部分よかったね、一番が並んでてですね、すごいでしょ。こういうことが試合会場で行われるということは、また次のね、大会もまた楽しみやなと思うんですけど、もうスイカ割り大会とか始まるんじゃないでしょうか。ですね、大きな鍋でみんなでね、鍋でこう、なんていうの、ガキの使いじゃないけど、ありません、ガキの使いやったっけ、あれ、でっかいペヤング食べたり、むっちゃでっかいペヤング、はい、ああいうのも楽しいかなと思いましたけど、はい。いつも思うんですけど、桜塾のね、主催でもそうですけども、まあ、JKJO はね、特にそういうなんか楽しくさせてくれるというかね、来てよかったなっていう、いかな損やでというふうなね、催し物が多くて、ね、粗品で、粗品って言ったらいいけど、お土産であったりね、粗品じゃんな、お土産であったり、そういうね、いろんなグッズであったりね、提供してくれて、してくれたりね、これをね、開催する酒井代表もそのすごく頭のいい人なんでしょうけども、ね、それをこう発案したら今度スタッフが大変ですよね。スタッフとかお弟子さんたちが、まあ、そのお弟子さんたちがすごくしっかりしてるから成り立つんでしょうけども、奥さんとか、ね、女性の方、ね、女性のスタッフの方にすごく敬意を表します。本当ありがとうございます、ね、お世話になってます。裏方作業は一番大変なんですよ、こういうなんてね、本当にね、我々はいちご食べてるだけですから。ありがとうございます。ハンバーガーまでもらいました。ハンバーガーありがとうございました。ほんまにあこのお菓子山から離れれないです、離れれない。なぜか玉ねぎ三太郎みたいなやつあるでしょ、なんかあるでしょ、あれが必ずあるのはなんでなんでしょうか。玉ねぎのなんかお菓子ありません、ちっちゃい子、あれが絶対にあるんですよ、あれは何なんでしょうかということで。俺も絶対食べますけどね。はい、ありがとうございます。僕はお供えにするようなやつあるでしょ、あんこが入ってるモナカとか、あれが好きなんですよ。もうおっさんなんでしょうね、子供の頃あれ嫌えてんけどね、モナカとか。今モナカばっかり食べてます。はい、お酒もやめたんで、もう3年目になります。お菓子食べてもそんな超えてないというかね、太ってないというか、はい、ありがたいことです。余談ですけど、はい、あ、すいません、空手も余談です。ありがとうございました。はい、そういうことでね、皆さんね、まあルイマカさん、あーちゃんが3連覇したということとね、うちの、ね、翔太くんね、翔太くんがなんと優勝したということでね、自慢話になりましたけど、はい、ありがとうございました。またね、参加させていただきます、よろしくお願いします。おっす、ありがとうございました。素晴らしい大会でした、ありがとうございました。あ、そうや、続きマグロね、俺うなぎが好きなんですけど、今マグロの方が勝ってるような感じなんですよ、自分の中で。マグロ並ばなもらわへんねんね、あれ。で見たらずーっとも会場の表ぐらいまで並んでて、確かに400人500人ぐらい並んでたと思いますよ。いつまでも並ばなあかんので俺やめたんですけど、さっき並んどいたかった、ほんまに。あれ美味しかったんでしょうね、俺食べたかったんですけど、マグロの頭だけでもよかったら欲しかったんですけど、あれかぶって俺バイクで行ったんであれかぶって帰ろう思って、こっから口からこう鼻出してちょっと臭いけど、はい、ありがとうございました。今度はマグロ食べたいと思います。今度は頭をかぶって帰ります。はい。